心の貧しい人は幸いである。これをどう訳すのか。心が貧しいというよく言われますよね。心が貧しいというのは決して日本語でいい表現ではない、まあ、そういう意味で、心の貧しい人ということの訳、まあ、例においてというふうにギリシャ語をそのまま訳す箇所ですが、例においてどういう意味ということになりますから、心の貧しい人、まあ、フランス国際政治研究所の訳ですと、自分の貧しさを知っている人というふうに訳してきました。これはまあ確かに、例において、貧しい、人ということを具体的に表現した一つの方法だと思います。ローマの信徒への手紙、ローマの人々への手紙の中で話題になるんですが、義という言葉をパウロは多く使ってます。その義の訳としてフランス国会聖書研究所は神との正しい関係という言葉を使いました。確かに分かりやすい義といった場合、正義の義とどう違うの。確かに神との正しい関係というのは、あ、そうか、そういうことなんだというふうに理解できる翻訳だと思います。これを選ぶのは非常に苦労した、けんけんがくがくやったようですけど、神との正しい関係という訳を、文冊並びに古い新約聖書の合本では取ってました。しかし義という言葉はパウロにとって非常に重要な概念であることが指摘されてますし、神との正しい関係ということに置き換えると非常に意味が限定されてしまって、意味を狭くしてしまうということになるのではないかと思います。一つの翻訳を、訳語を選ぶというのは難しいと思うんですが、分かりやすく意訳すればするほど原文から離れていく可能性もあるし、解釈の可能性が狭めてしまう可能性もある。新しい翻訳よりも従来のちょっと意味としては曖昧な、分かりにくいなという表現を、そのまま守る義に直しました、戻しました。